悪くない。先が思いやられるな。復旧したのは警備兵器だけじゃない。 ライト2つ分不足してるな。 まずはライトを消さないとだね。 助かるぜ。
これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れないよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しようか。少しは心配しろよ。がいないのもいて、うん、二人のことビックスになんて言う、きっと心配するよね。
互い様だろ。えっ、まだだ。あぶり出す。カー出ろ。えっ、待ってました。まあ、この野郎、ダメ押しだ。捨ておきだ。邪魔はねえな。クラッシャー、そっちか。どんなもんよ。はっ、まだまだ。そこだ。バイバイよ。ほら、どうだ。強く決まった。ああ、次もこの調子。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分までシンラを懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。気は抜けない。集中してこ。え、え、仕掛けだ。立てろ。やってみな。沈め。行くよ。そこだ。連携しよう。おう、任しとけ。よし、やっちゃおう。崩れた。やっ、どんなもんよ。逃げても無駄。ふっ、それ選べ。よっしゃ、当てろ。当てる。こっちだ。遅い。あっ、そこだ。違う。はっ、逃げても無駄がさない。このはっ、
行け。突き崩す切るんだ。行くよ。出ろ。当たり。叩き切る。次行くぞ次。気が早いな。ビッグスとの合流場所はマコロへ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるとしてた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよマコロ。電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。ふっ、あばよ鉄くずめろ。そういや、マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。いや、先を急ごう。いよいよマコーロか。辛くていい気くせ、星の命が削られた場所だ。中はマコーの匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。マコーロが呼んでるぜ。早く来い早く来いってな。
だまだ。どこだ。ここからだよ。アバル、どうだ。邪魔飛び出ろ。ぶっぱなす。ここで。さあ。ここで。どかーん。どうする。押しに帰って食いやがる。どけどけ。それ。邪魔だ。こっちか。ほら。まだまだ。ポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降り立って、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鉱溜まりは近い。行こうぜ。
か。先行くぜ。やった。思うからだ。おい、見ろよ。こんなデカ物が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。お年齢の時間で助かったぜ。終わらせよう。仕掛けだ。邪魔だ。
タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。どうも。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。何これ？5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番魔航路爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。
化物。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60%、 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達、侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。こちらだ。消え失せろ。奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。速やかに侵入者を捕獲。悔しい。ブリッジへ連行しろ。いや、そうはいくかよ。おお。ブリッジへ連行しろ。公開制裁ってから、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。ブリッジへ連行しろ。